皆さんこんにちは、実読みのさきです。はい、本日のテーマはですね、私リウマチを患ってもう丸9年経ちますが、その9年間の薬の遍歴を大公開いたします。なんか検査数値振り返ってみましたとかは以前やってたんですけれども、もう今回はもう全部もう資料、過去の資料を総ざらいしてですね、わーっていうことでちょっと噛みましたけど、はい、薬を大公開いたします。こうこうこんなこんなでこんなこんな治療してきましたという丸裸です。恥ずかしい。じゃあその私の9年間でいろいろね、何が変わってきたのか、どう変わってきたのかで、人生いろいろありまして、この9年間の間に拠点を転々としておりましたので、引っ越しなんかもして環境が変わったりとか、ちょっとあと海外に住んでみたりとか、そういう時期もあったりしたので、その人生のそのターニングポイントとかもいろいろ要所要所でご紹介しながら、こういう時にこういう治療を選択してきましたっていうのを、結構ね、なんだろう、爆益なんだろう有料級というか、なんていうか、なかなかないじゃないですか、この一人の患者のもう始まりから終わりをっていうのを、もうよくわかんないけど、もうやっちゃおう。はい、行っちゃおう。本編スタートです。はい、お楽しみに、最後まで見てね。まずですね、治療遍歴に行く前に、現時点での、処方薬のおさらいをしていきたいと思います。はい、現時点2024年の7月時点では、メインで使っておりますのが、じゃん、アクテムラの皮下注射生物学的製剤と言われるやつですね。はい、162mg オートインジェクターというのを、2週間に1本自分でブシュッと、これはもう使用した後のやつなんですけれども、はい、冷蔵庫で保存してねというやつです。これを2週間に1本長らくお世話になっております。はい、で、服用薬としては、タクロリムスプログラフっていうやつかな、商品名があるけど、を免疫抑制剤として 1mg を2錠毎日飲んでます。で、リウマチの治療としてはその2種類を主に、はい、使っていて、補助的な薬としてはカルシウム剤 と、あとはカルシウムの吸収を良くするビタミン K、ビタミン D かなを一粒ずつ、なので服用薬でいうとこんな感じ。毎日夕食後に一包化してもらっていてですね、自分でこの薬をプチプチって出さなくてもいいように、はい、行きつけの処方薬局でやってもらってます。これ全然余談なんですけど、このソフトカプセルタイプのこのオレンジのやつがですね、どうもなんかこの夏の猛暑で、この普通の気温で、室温でもなんかちょっと溶けて柔らかくなって、なんかくっついてるんですよ。ほらほら、オレンジは生きてるけど、透明なやつくっついてる、変な形になって、なんか飲みにくいんですね、くっついてるとね、なんかプチッと剥がすと、うんうんうん、はい、続いて早速治療遍歴の方やっていきましょう。はい、治療遍歴はですね、主に前半後半で分けてお話ししたいと思います。はい、前半からいきますか。リウマチと診断されたのが2015年の6月に、リウマチと診断されました。その当時ですね、住んでいたのが実は大阪に住んでおりまして、りょうくんのね、仕事の関係で、ね、大阪の東住吉区田辺に住んでおりました。でそこから、電車で何駅か通ったところの大阪の天王寺にある大阪医大ですかねに通っておりまして、でそこで、診断されました。でメトトレキサートから処方をスタートして治療を開始しましたと。でこの6月から1月まではちょっとですね、厳重な資料がですね見当たらず、記憶の中のあれなんですけれども、一応メトトレキサート毎月か2ヶ月おきかぐらい通っていて、ちょっとずつそのメトトレキサートを増やしていった段階、はい、資料が見つかったのが2016年の1月からちゃんと履歴が残っておりまして、約半年後ですねには、メトトレキサートが、7錠になっておりました。で、フォリアミンが 5mg、 これ葉酸の、薬で、
メトトレキサートの副作用を、抑えるお薬ですねが 5mm 以上処方されてます。でこの頃に、もう1種類さっき現状使ってますって言ってたタクロリムスプログラフのお薬を、1ミリ1錠飲んでました、はい、でそこからですね、2016年同じ4月頃に、メトトレキサートフォリアミンとかは変わらずタクロリムスをちょっと増やしてみようかということで 1.5 ミリになってますねを1錠になってます、はい、でそこからまた2ヶ月後6月にはその処方薬に加えてエンブレル皮下注射50ミリペンタイプ週1回が追加されてます。ここ大きな変化でして、約診断から1年ですねちょうど1年の節目で、生物学的製剤を始めましたよというところで、まあ、この6月2016年6月に始めるまでにね何ヶ月か前にお医者さんから、まあ、病状がとかその進行がとか数値がとか効き目は出てるけれどもしっかり抑えられてないのでその生物学的製剤という注射の治療をお勧めしますっていうのを何ヶ月か前から言われてて家族会議をね長らくしました。数ヶ月結構高いんですよね、はい、一気にその治療費がガンと上がると。その薬だけの処方ですと高額療養費にはかからないぐらいの、はい、金額なんですけれどもこの注射を使うと それまではその高額療養費って何みたいな存在すら知らなかったぐらいで、でその医療費がその収入に応じた限度額を超えると支払わなくてよくなるんだよって言ってもその限度額までは払わなきゃいけないのかって当時は4万いくらだったかな4万5千円ぐらいだったかなを毎月なり2、3ヶ月おきなり急にみたいなその判断がなかなかうんって言えなくて、でもやっぱり日常生活でやっぱり痛みを我慢しながらとかやりたいことを我慢しながらっていう生活が嫌だったので私はその1年後診断から1年後に、生物学的製剤バイオを使用するという決断を、はい、りょうくんと一緒にしました、はい、でそこからはしばらく同じ処方なんですけどもここで大きな転機が一つ目ありまして、引っ越しをしました、2016年の9月に、これまた仕事の都合でですね、大阪から地元の福井に2人で戻ろうかということで、16年9月に引っ越しますが、処方薬はそのままで、で福井県の その総合病院にかかることになって紹介状をもらってでそこで初めて受診したのが2016年の11月、はい、にですね処方はメトトレキサート7錠フォリアミンも1錠、でプログラフも1ミリを2錠になってますね。ここからプログラフを追加してみようということで、であとプレドニンも5ミリを2錠ということで10ミリ処方されてます。でエンブレルはそのまま引き続き、はい、やっていこうということで、はい、ここから新しい先生と、タッグを組んでというか二人三脚でまた、はい、治療していくわけですけれども、はい、続いて16年の12月ですねに動きがありました。何かというと、処方薬は変わらずなんだけど、エンブレルの皮下注射からアクテブラに変わりました。でエンブレルは週1回の注射だったんだけど、でアクテムラは隔週で良くなるし、なんかね冷蔵保存の関係だったりとか、あと費用も若干安くなるのかなという選択で先生から、変更もしてもいいのではということで、はい、バイオの注射の種類を変えました、はい、そこから2017年1月は、なんだ骨密度とかを測って多分なんか年齢に比べてあんまり良くなかったんだろうね。カルシウム剤が加わってます。今も飲んでますよって言ってたこのセット、カルシウム剤 とビタミン剤、カルシウム剤が4錠処方されてますね、はい、ですと。で2017年4月、
アザルフィジン501錠って書いてあるんだけど、これね記憶にないかくって、アザルフィジン飲んでたんだと思って、でもその次の通院ですぐ消されてたんで、まあ、妊活も視野に入れてこういう薬もあるよみたいな一旦選択したけど、そこからなんだろう、妊活はすぐじゃないですみたいな感じになってすぐやめたのかな。はい。で貧血とかなんか立ちくらみとかの症状もあったので、鉄剤は追加されてます。2錠飲んでます。でその頃2017年の7月がマックス処方フルコースでした。振り返ってみると、はい、一番処方されていた時期なんですけども、2017年7月は計なんとお薬だけで22錠1回ですよ、1日のその処方の薬で、週1回の薬とかもあるんだけど、そのメトトレキサートはね週1回決まった日に飲んでくださいっていうやつなんだけど、22粒じゃらっとね飲んでたわけですよね。今考えると恐ろしいですよね。薬漬け生活です。はい。プラスアクテムラかも打ってましたと。で何が増えたかというと、内訳で言うとメトトレキサートが週に1回7錠、朝と晩で飲み分けてたかな。はい。でフォリアミンが1錠葉酸のやつで、タクロリムスプログラフが1日2錠で、プレドニンが、5ミリが2錠でしょ。でカルシウムとビタミン剤とで鉄剤とでケアラムが追加になってますね、この17年の7月に。ケアラムっていうのも、免疫抑制の一種かな、はい、が2錠飲んでると。で、アクテムラも打ってると2週間に1回。素晴らしいですね。はい。薬物依存の方でした。はい。それを思うと今これだけで済んでるんですよ、これとこれだけ。そう思うとね、いろいろあったんだなって。これからです、まだまだこれから、これからいろいろあるんですよ。そして一番飲んでた時期を迎え、でそこから若干やっぱりこんだけ薬使ってると、症状も安定してきたのか、まあ、この頃は普通に福井でも正社員してましたからね、 OL さんしてましたからフルタイムで、はい。で、プレドニンを徐々に減らしていこう期間でしたね。プレドニンが6ミリになったり5ミリになったり1ミリになったり。ただ、2018年の、10月がまたプレドニンが戻って 2.5 ミリにちょっと増えてると。減らしていってやめれるかなと思ったけど 2.5 ミリ、はい、18、19年、しばらく小康状態ですね。ここ1年間ぐらいは、はい、同じ処方をしておりまして、でもう一つ動きがあったのがですね、2019年の10月、11月末ですかね、厳密に言うと、退職しました。仕事2019年10月末で会社辞めますって言って、11月からオーストラリアに海外留学を果たします。夢だった海外留学、りょうくんに説得していきたいんだ、今しかないんだって。で会社の人にも、仕事を辞めちゃうのって言ってほしいなって言われながらも、いや私は新しい一歩を踏み出すんだ、夢を叶えるんだっていうので、リウマチを持ちながらも、約半年間の留学計画を立てて2019年11月にオーストラリアへ渡ります。でですね、ここで薬をですね、さっき言ってた処方薬、メインでというか一番多かった時期と同等ぐらいですね、プレドニンの量がちょっと変わるぐらいで全種類持ってきました、オーストラリアまで。でアクテムラも持ってきました。アクテムラ、そのバイオ製剤は冷蔵保存がねネックで、結構皆さん気にしてらっしゃる方多いかと思いますが、アクテムラもこのなんだ、保冷剤をありったけ詰めて保冷バッグを二重にして持っていきました。で、で看護師さん曰くね、当時 その通ってた病院の看護師さん曰く、数時間とか、まあ、数日ぐらい常温になってもまた冷やせば大丈夫だよっていう助言をいただいて、じゃあそのフライト成田から
ゴールドコーストっていうんですけども、オーストラリアの約9時間ぐらいかな。でその当時もうすでに福岡に引っ越してたんだよね、今の拠点の、はい、で福岡空港からその成田経由して、でホストファミリー、現地のホストファミリーの家についてすぐね事情を説明して冷蔵保存するまでもう約1日ぐらいはねずっと持ち歩いてたんじゃないかなと思います。はい、保冷剤も溶けきってましたけど、でただただそのオーストラリアに行ってからあの体あの打っても使用しても特に体の異常はなく変質もなく問題なかったのではないかと思っております。で参考資料どこ行った、あこれですね。でオーストラリアに行く時もこの薬とか持病があるっていうことで、どこだったかな、学校側、語学学校側から何か言われたのか、その学生ビザを取る時に必要だったのかなんかで、診断書を発行してもらってくださいと。で診断書は全然あの病院に言ったらこうやってあの書いてくれたんですけども、で何が必要かというと、その診断書を英訳したものが必要だということ でそれもあの病院に改めてね相談して、英語の診断書ってできますかっていうのを相談したら書いてくれたんですね、こうやってね、はい、先生のサイン付きで、はい、書いてもらいましたと。で、はい、この薬の種類もこの頑張ってこれは自分で英訳して、湿布はコールドパックっていうのかな、はい、とかなんかいろ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 、アンチリューマティックインジェクションとかアンチリューマティックとか、はいはい、葉酸フォリックアシッドとかを持って行ってました。はい、でですね、その薬の保存量持って1回に持っていける量の関係で3ヶ月分はあの持っていける準備はしてたんですけど、1回体調の云々もあったので、その11月末に行って3月上旬ぐらいまでで1回一時帰国しようと、はい、でその時期、まあ、一時帰国はしたんだけど、何があったかというと皆さんご存知 の, あのコロナのパンデミックが始まったぐらいでして、そこで残りの3ヶ月半年もともと計画してた留学生活をもう行けない、行かない なんとか頑張れば行けた選択肢もあったんですけど、もうのたれ死ぬかもしれないっていうか、向こうの生活ね、どうなるかわからない生活よりもやっぱ持病のリスクもあるし、日本に留まろうっていう選択をその時はして、で結局やっぱコロナ その時期も長くなってしまって、なんかその残りの3ヶ月は結局断念してしまったんですけれども、で、はい、そこがあれですね、前半の大きな節目ですね、はい、2015年には、2015年の6月に診断をして、いろいろあの薬漬けになったりしてきたけども、2019年、3年後なのか3年半後なのか、はい、には一人旅で海外留学にも行けるようにまでは体調は整っていたということで、はい、薬様々ですよね。まあでもその今思えばちょっと怖いぐらい飲んでたなとは思うんですけど、薬は症状は抑えてくれるけども、この自分自身 その自然治癒力をちょっと麻痺させるじゃないけどね、なんかそういう作用もあるんだということをここ最近なんか知って、はい、まあ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 、でも一応夢は果たせたのは果たせたので、それはあの特に悔いはなく、はい、はい、ということで、どうですかね前半戦の、はい、そんな飲んでたのみたいななりますよね、はい、はい、そこからで生活環境もまた変わって、福岡での、はい、治療歴が後半にはなるんですけれども、はい、いいですか皆さん、トイレ休憩とか大丈夫ですか、はい、福岡に帰ってきまして、2020年の3月に帰ってきたんだけど、そこから残っていた処方薬でだましだまし生活していたというか、
で、アクテムラとかに関しては、福井に帰省するタイミングでもともと通ってた、福井の病院で処方してもらってて、で新たに福岡の病院紹介状を書いてもらって受診したのが2020年の9月の17日、はい、誕生日の前日でした、はい、に、福岡の今かかってる先生に会いました、はい、で、アクテムラは変わらずで、メトトレキサート7錠も変わらず、はい、タクロリムス2錠も変わらず、ケアラム25ミリ2錠も変わらずで、追加フォリアミンもね、はい、メトトレキサートとセットで1錠飲んでます。で、追加されたのがまたプレドニン、プレドニンも追加じゃない、もともと 2.5 ミリ飲んでたやつを福岡の先生にもう行った瞬間に、君は薬のフルコースだねみたいに言われて、あんまり僕がその治療していたリウマチ患者さんではこういった人見なかったよって言われて、ああそうなんだと思って、で、まあ、症状的には抑えられてはいるけれども、プレドニンをちょっとずつまずは減らしてみようということで、プレドニンを 2.5 ミリから1ミリになりました。で、あと鉄剤もなんか貧血症状とか特に大丈夫だったらなしでいいでしょうということで削られて、で、はい、でそこから2ヶ月後かな、2020年の11月にはプレドニンももう1ミリ飲んでたのもやめようかっていうのと、あとメトトレキサートも7錠から6錠で、ここから約1年ぐらいかけてですね、このメトトレキサートを減らしていく、治療になります。なぜかというと、その福岡の先生に代わってから妊娠は希望しますかという話ですね、まあ、結婚してますっていうことなので、子供はっていうことで、いやゆくゆくは希望してますっていうことなので、じゃあその症状も今こんだけねフルコース使ってたから安定もしているし、じゃあこのメトトレキサートは妊娠希望時期は飲めないので、それを減らしていこうという段階で、ですね、2020年約1年後の11月には、どこだ、メトトレキサート2錠まで減って、でタクロリムスも1錠に減らしてみようという選択になりました、はい、そこから年が明けまして2022年の2月17日、アクテムラは処方されてるけど処方された分まででやめてみようかという判断で、メトトレキサートもここでゼロになりました。はい、おめでとうございます。ここで一旦なんか動画を出した気がするね。メトトレキサート卒業できましたっていうお知らせみたいな動画を出した気がします。この2015年から22年2月にかけてずっと飲んでたメトトレキサート、なんか急に暗くなったね。もう日が暮れたのかな。はい。で、タクロリムスは変わらず1錠、はい、でした。で、ケアラムももうやめようってなってだいぶ整理しましたね。だからこの2022年の2月は、アクテムラ と、タクロリムス1錠 と、カルシウムビタミン剤のみなので、もう今とほぼ同じ状況ですね、が2022年の2月、はい、約2年ちょっと前ですに一旦なりましたと。でそこから、もらってた分の薬が、アクテムラがなくなったのがその年のゴールデンウィークぐらいで、何をしてたかというと、その時期インタビュー企画の車中泊生活を陽君と一緒に約1ヶ月弱ぐらいかね、2022年の5月前後、4月5月で車中泊生活をしていました。で福岡での生活にも慣れて、結構ゴルフその時ハマってたので、ゴルフの付き合いもどんどんなんか広がって、ゴルフにもハマってやらやらしてたらまんまと悪化しましたと、はい、アクテムラもなしで、メトトレキサートもなしで、ケアラムもなしで、言ったらタクロリムスの1錠だけで、車中泊生活とかでもイレギュラーが多かったから、多分薬も飲み忘れも多かったと思います。それもいろいろあって、いろいろ
いろいろ薬が減ったのとアクティブになったのとが重なって再燃します、悪化します。2022年の9月にメトトレキサートが復活になります。はい、で、メトトレキサートが4錠ですねになりました。ポリアミンも追加です。はい、でタクロリムスも1錠だったのが2錠でいこうと。で痛みもひどい、炎症もひどいから、もうカロナール痛み止め使っていいよって。このリウマチ人生で湿布とかは結構処方されてて湿布でごまかせてたんですけど、痛み止めをもらったのは初めてかな。それぐらいあーって思い詰めてて、痛み止めも日常的に服用して、はい、出ましたね。でカルシウム剤とかは引き続き飲んでて、でここでメトトレキサートを復活するにあたってちょっとね、一個ね嫌だった部分があるんですよ。そのね、副作用とかは私幸いそこまで感じなかったんですけれども、メトトレキサートってね、黄色い細長い錠剤なんだけど、なんか大きいし、なんかザラザラ、なんか粉っていうか錠剤なんだけど、ザラザラ感、粉感が感じられて、なんか飲みづらいし嫌だったんですよ。でそれを、まあ、再開するにあたって、うーんって飲みづらいんですよねっていうのを先生に言ったら、じゃあカプセルタイプもあるっていうのを初めて教えてもらって、はっみたいな。カプセルだったらツルツルだし、粉のそのなんか独特の風味とかもないしいいかもと思って、でそこで相談して、リウマトレックスを処方してもらうことになりました。これ本当に飲み口が変わるというかだけでも結構負担が軽減になると思うので、まだ錠剤タイプのリウマなんていうのメトトレキサーとかを飲んでて飲みづらいなって感じる方は、このカプセルタイプのリウマトレックスもあるので、これに変更できないかみたいなのを薬局だったり先生だったりに投げかけるのもいいのかなって思いました。はい、ここまでで質問ある人大丈夫ですかね。はい、後半戦の、はい、最終スパートになります。でそこからまだ妊活は視野に入れていきたいから、でもメトトレキサートだけだと心細いからっていうので、2022年の10月に、シムジアを開始します。シムジアっていうこれも動画にはしてると思うんですけど、もうちょっとぶっといタイプのね、オートインジェクタータイプだったんですけども、液がドロッとしてて、針も何若干太いのかな、で液の量も多いのかな、だし痛い。このアクテムラとかエンブレルとかに比べてめちゃくちゃ痛かった記憶があって、だし、10月にシムジアスタートでしたでしょ。で11月の処方で、シムジア各週に1本で、メトトレキサート6錠にまで増えてますね。でタクロリムスも2錠、あとはカルシウム剤で、この頃は、シムジアもスタートして、まあ、若干効果はあったのか、カロナールか、痛み止めは日々日常的に飲まなくても頓服しようで良くなってきたので処方は止まってますが、で何より痛いし、そこまでなんか症状の劇的改善が見られなかったので、2023年の3月にアクテムラに戻してくださいっていうのを相談して、戻してくださいって言ったわけじゃないんですけど、妊活も視野に入れて、でも他の方法ないかなって思った時に、先生がアクテムラも昔はそのリウマチ、治療妊娠希望では使えなかったと言われてるけど、ここ最近ではなんか症例的に徐々になんか使ってる症例も出てきてるから、で過去にその菅野さんご自身がアクテムラで結構寛解キープできてた時期があったから、アクテムラに戻そうかっていうので、私ももうそうしてください、シムジア痛いですっていうので、シムジアを卒業してアクテムラに戻しました。でメトトレキサートをじゃあそこから妊活に向けて徐々に減らしていこうねっていうので、その年の6月には4錠で、その年の10月にはゼロにまたなりましたと。でその時に、去年の、
今頃かな、そのメトトレキサートを減らしていってる段階で、婦人科にも同じ時期にかかっていまして、で妊活を気持ちよく問題なくスタートできるようにということで、ちょっと手術をした方がいいかもっていう案件があって、子宮内膜症の、チョコレート嚢胞っていう卵巣に嚢胞ができるもので、それを2023年11月に手術しました。はい、で取っ払って綺麗になって、で妊娠しやすい状況になったよって婦人科の先生にも言ってもらって、で症状的にも、その処方、落ち着いている処方が見つかったので、2023年12月にリウマチ科の先生からも妊活ゴーサインでいいでしょうということで、はい、今に至るわけかな。はい、で今が、はい、メトトレキサートもやめてるし、はい、冒頭で言ったアクテムラ隔週1本とタクロリムスが2錠とカルシウム剤とビタミン剤のみで、ここ半年ぐらいですね、症状を割とキープできているのではないかと思います。で症状をキープしつつ一人旅にもね行きましたし、トラさん企画やりましたし、はい、ゴルフもそういえばやってなかったけどってなんかそろそろやりたいなっていう話をしてたら、今度はお盆休みに地元の友達からお誘いがあってゴルフみんなでやろうよっていうことで、はい、来月またゴルフも再開する運びとなりました。はい、どうでしたか。長いね、リウマチ9年間をギュッとちょっとやったつもりでも、いろいろその人生の流れも波もあったりして、はい、で今はそのアクティブに海外留学行きたいとかっていう時期よりも、妊娠をに重きを置いているので、こういう治療を選択していますが、必ずしもこの私のような遍歴をみんながみんなたどるわけではなく、症状の度合いであったり進行具合であったり、で薬の合う合わない副作用だったり体質だったり、はい、あとは金銭的だったり家庭環境だったり住む環境だったりもお仕事の関係だったりもいろんな要因もあって、もう全く同じような治療遍歴はないけれども、まあ、これ私の9年間のリウマチの歴史を、はい、ちょっと参考にして、なんかね、薬のなんか選択の仕方とか、やっぱりどんどん新しいものにチャレンジしていくじゃないけど、まあ、そういう柔軟さであったり、まあはい、選択肢の一つとして参考になれば嬉しい限りであります。はい、冒頭でも言いましたが結構頑張って資料まとめたので、よかったよとかグッドボタン高評価ボタンとかチャンネル登録してなかったとかいただけると、コメントもなんかも本当にもう読んでます。ちょっと返事が遅くなったりとかもねあるんですけれども、皆さんに今お一人お一人コメント返したりしているので、質問であったりとか何か気になることだったりとか、私が答えられる範囲であれば、先生ではないですけれども一患者目線で質問回答などしていけたらと思ってますので、コメントでもぜひ皆さんつながれたらなと思います。はい、頑張りました。はい、で最後にですね、ちょっとまた告知にはなりますけれども、私の10月12日にリウマチイベント、患者発信の患者のためのイベントを開催します。ラブミーオールフェス。はい、で本当にいろんな人のそのねリウマチの治療歴とか、どんな治療法してる、どんな薬飲んでるとかが、会場でもそうだし、会場に行けない人もオンラインでも、その本当にリウマチ患者さんとつながれる場を作りたいなと思っているので、10月12日ぜひ開けておいていただけたらと思います。詳細が決まったらまた動画などでもお伝えしたいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。それではまた、はい、長くなりましたが最後までお付き合いありがとうございました。よく頑張りました。リウマチ歴史の先生でした。はい、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。随分暗くなりました。